はい、告発は、今回は内部告発です。どういうことかというと、統合版の中に潜む格差ですね。マイクラ統合版はいろんなプラットフォーム、端末で遊べます。当然操作方法や性能がみんなバラバラになるわけですけども、それによって生じる格差問題、統合版間の違いを見ていきたいと思います。描画距離。最初にわかりやすい違いとしましては、描画距離の違い、とんでもなく格差社会です。描画距離はまず、設定できる最大値から違いまして、スイッチは最大で12チャンクです。意外とありますねー。ビデオの設定から確認できます。エンドで見える景色はこんな感じですね。目いっぱいの12チャンクでもこんな感じです。スマホと PC は機種やグラボの性能によって変化。iPhone 15 Pro だと最大17チャンクで、推奨は10チャンク。PC の RTX3080 だと推奨50チャンクの最大96チャンクですね。描画距離が広いと当然、受け取れる情報量も多くなりますので、いろいろ有利ですよね。遠くにあるエンドシップも余裕で見えます。お目当ての構造物が見つけやすくて、素敵だー。ところがご友人がスイッチやスマホの場合、見えている世界、情報量が違いますので、マルチで食い違いが起きたり起きなかったり、しますよね。とはいえ普段は遠くまで見えすぎても仕方ないですし、むしろ負荷が上がるだけなわけですけども、問題はお次の、スイッチの描写格差。ただいま PC で、ロケット花火を全開でエリトラ飛行しとります。それでももちろん、描画には何の影響もございません。当たり前だよな。一方その頃スイッチは、ロケット花火を一回使った時点で視界が危うく、連打しようもんなら、お先真っ暗で視界の危険が危ない。視界を奪われならくでの高いリスクが急上昇。あ、ブーストかけずとも視界悪かったのは気のせい。浮島が暗黒の空にふわりぼんやりと浮かびます。不安だー。スイッチには他にも格差を感じるコメントがまた届いており、馬でも限界、カッコロバでギリギリ、ボートは時間の問題、トロッコすら空中飛行してしまう、などなど、多数の描画問題が、あと、ネザイド、ウジに描画が追いつかずボコられてし、もう致命的ですよね。スマホですらこれだけ滑らかに描写されていますので、スイッチは大変なん、じゃあないでしょうか。スマホと一口に言っても性能はピンキリですけどね。スイッチ、頑張ってください。明けない夜はありませんので、このままひたむきに突き進んでいけたら。いけました。文字数の違い。ほんと羽ペン、ありますよね。これ1行あたり、何文字まで書けるか、表示できるかご存知でしょうか。こちら PC で開いたほんと羽ペンでございますけども、半角は27文字まで、全角は12文字まで書けていますね。これはスイッチも、同じです。半角27文字、全角も、全角12文字ですね。同じ統合版なのですごく当然版です。というわけでスマホも念のためにチェックしておきましょう。PC のミタが書いた本と羽ペンをスマホのミタに開いてもらいます。Go! は？表示がおかしいですね。左 PC、右スマホ。スマホは半角20文字で改良させられています。まさかの統合されていない版。全角の方はどうでしょうか。スペースが空いていますけども、そこに入れてあげると、付け足せました。スマホの全角は19文字ですね。同じ統合版というだけではなく、同じワールドにいるのに、ほんの表示がほんのり違うなんて、ほんと信じられない。ってことを、改良位置にこだわったり、縦読みのように仕掛けを施したり、ラジマナリー企んでいる方は、ほんとこの表示の違いには、ほんのちょっと気をつけていただきたいと思います。ほーん。ちなみに半角入力中はこのように、半角20文字がぴったり一様にジェストフィットしているのですが、全角文字を追加した途端、半角文字が縮小されてしまいます。っていう豆知識でした。NEXT リーチの格差。マイクラ統合版のリーチは、統合されていません。何？操作方法によって異なります。キーボードマウスとコントローラーは、クリエイティブモードの時でも、5ブロック先が限界ですね。6ブロック先のブロックには届きません。サバイバルだともちろん無理ですね。しかしながらタッチ操作のスマホは、6ブロック先のブロックまで、
届きます。このように、同じ統合版なのにリーチが違うことによって、Here we go! なんかクソほどドヤ顔で煽られましたけども、スマホで作られた脱出ゲームをスマホ以外でプレイしたら、手がボタンに届かずクリア不可能だった、なんて事件が起きていたとの証言もあります。クリエイティブモード時の殴れる距離にも差がありますね。ギリギリに寄せないと当たらないので、テクの背中を押してあげて、殴ると、上手に届きました。PC は5ブロック。これもスマホの方が長く、スマホはクリエイティブの時殴ると、6ブロック先まで届きます。です。そしてさらに、タッチ操作のクリエイティブのブロックリーチはなんと、12ブロック。もあります。長すぎー？それにしても12ブロックはたまげたなぁ。タッチ先輩のリーチ長すぎんよ。やりますねぇ。スマホの方がリーチ長いから PVP で有利、なんて話を聞きますけども、サバイバルで殴り比べてみたところ、差を感じることができませんでした。実際に差はあるのか、ご存知の方、もしくはわかりやすい検証方法があれば教えてたもれってください。ってことを、コマンドで距離をじわじわ詰めるとか？スマホの辛いところ行きましょうか。スマホの視線切り替え、は面倒ですよね。カメラ視点を一人称から三人称にしようとしたら、わざわざ設定を開かないとできませんので、かなりのストレスでつい暴れてしまいますよね。カメラ目線でアピールすっかと思っても、わざわざ設定を開いて視点を切り替えしてんのは、100年の恋も冷めてしまいます。視点切り替えアイコンをカスタム追加できたら嬉しいですね。スマホは空中殴れない。カメラ目線でお手手ブンブンしようとしても、ただただ棒立ちで辛い、ですよね。対抗策としましては、地面に殴りかかってあげると、手を振ることはできますので、どうにかあがいてみてください。なんとか様になっていますね。ただカメラアピールはどうにかなったとしても、PVP で相手を牽制したいときは困りものです。音だけはすごい勢いで鳴っているものの、威嚇としては弱い。一応、地面を殴れば素振りできますけど、ちょっと惜しいですよね。空中素振り機能を上げてあげてください。ブロック選択。キーボードマウスとコントローラーはターゲットしているブロックを取得できます。キーボードマウスはマウスホイール押し込みでできます。設定のボタンは3、ですかね。スイッチでもできます。R スティック押し込みでも割り当ててあげるといいと、思います。できないのはスマホなどのタッチ操作だけですね。ブロック選択のアイコンを追加。とか言っていたらキリがねえのでやめておきましょうか。あとこれはキーマウだけの特権。コントロールプラスマウスホイール押し込みで、チェストなどのアイテムの中身ごと取得できたりします。便利かとです。アイテムの一括移動。と言っても大げさなものではなく、キーボードマウスだとシフトプラス左クリックで、アイテムをピュンピュン動かす操作ですね。ホットバーやクリエイティブインベントリでも可能。スイッチは X ボタンですね。スマホはダブルタップで、ホットバーやチェストのアイテムは移動できるのですが、なぜかクリエイティブインベントリからは、ダブルタップで移動できません。昔はできましたよねー？どうでしたっけ？仕方がないのでアイテムをタップした後ホットバーをタップっぷー。NEXT 失われた一括クラフト。タッチ操作で長押ししても、高速でクラフトしてくれない仕様になってから随分経ちます。そりゃ誤って大量にクラフトするのは困りますけども、このスローさは不便極まりないんじゃー。ってことを、NEXT スマホはアスレをするとき面倒、ですよね。かつては移動しながら向きを変えながらジャンピング攻撃、なんて不可能の極みだったわけですけども、現在では操作方法が増えておりますので、ダッシュをトグルでオンにしておいて、左手でジョイスティック移動しながら、右手でジャンプアイコン、左右どちらかの指を2本以上使って、画面に触れてカメラ操作したり殴ったりすれば、向きを変えながらダッシュジャンプしたり殴ったりできますね。器用さと慣れが必要でしょうけど。というわけで、みんなもやってみてね。この後一生懸命操作していたのに、なんかモザイクのようなものをかけられっぱなしでした。残念。スマホだけ集中して見てると気づかんのよ。NEXT スイッチはラグい。アプデのたびにスイッチのスペックが限界に近づいている説。ゲーム内でラグい重いのはもちろんですけども。ただ起動するだけで日が暮れそうなくらい時間経ちますからねー。ちょっと盛りました。ラグ差についてあれこれ触れていると本当に年が明けてしまうので、ぜひ不平不満のコメントで盛り上がってください。ってコメントを。
Next. スイッチが PC より優れている点は分割画面しかない説。うん。ラグすぎて画面分割どころ、じゃあない説。うざまそんなかだ即落ち2コマ Next. スイッチとスマホはコマンドをコピペできないのが不便ですよね。ゲーム内で繰り返すにしろ、メモっといたのを貼り付けるにしろ。キーボードマウスのコピペ機能は他のプラットフォームにも欲しいものです。そうだね、プロテインだね。コマンドブロックに入力しておいて、そのコマンドブロックを黒コマンドで複製する。それがお手軽簡単ですよね。それでもスイッチ、スマホで長文コマンドは辛い。予測変換やユーザー事象をうまく活用して抵抗してください。あとスマホにタブキーを出現させるアドオンとかね。てこてこと。それではラスト。コンソール版すなわちスイッチが不利な最大級の格差だと思われまする。スイッチはファイルをいじれない問題ですね。マイクラはリソースパックやビヘイビアーパックなどのアドオンでより楽しく遊べます。Java 版のモッドには及ばなかったとしても、この自由度がマイクラをマイクラたらしめる一つの大きな要因です。キャラクターのスキンにしろ、マーケットプレイスを通さないと使えないスイッチ。不利すぎますけども、任天堂さんのソフトに勝手に改変を加える。わけにはいかないので致し方ないところであります。一応、ゼルムスを介してスイッチでもアドオンを導入する小技はありますけどね。まあソフトの内容を勝手に改造して遊んでいいなんて、普通のゲームだとありえないわけですし、問答無用で裁判所に来てもらうことになります。というわけで、これは持論だが、ファイルをいじれないのが最大の格差。ってことを、あなたの思う統合版間の格差、ありましたらコメント欄やディスコードなどでぶちまけてください。それでは今回はここまで。バイバイ。あばよ。